どうも、今回はジェネレーションズの片寄涼太さんの性格と恋愛運を見ていきたいなと思います。片寄涼太さんの性格は、自分が前に出るより誰かを補佐して力を発揮するタイプです。細かいところにまで気がつき、人を盛り立てるのが上手で、力のある人のそばにいれば自分も一緒に地位を上げていきます。勉強家なので、興味のある分野についてはよく学び研究を続けます。集中力があるため、その道のスペシャリストになることも多いでしょう。ただ知識があってアイデアは豊富でも、実社会で生かす行動力に欠け、チャンスが来ても慎重すぎて逃すことも多いかもしれません。また完璧さを求めすぎたり、自分を過小評価してしまい損をすることもあります。優しく純粋な心を持ち、心を癒してくれるような芸術には特に関心を持ちます。音楽や美術などを想像して楽しむことも多いですが、鑑賞して評論する力もあります。おとなしそうで少し弱そうな印象がありますが、内面は辛抱強く、自分の信頼する人のためには徹底的に尽くします。たとえその人が間違ったことを言っていると分かっても、その人が言うことは全て正しいと考えます。そのくらい純粋でまっすぐで迷わない人です。ただその反面、関係がギクシャクしてしまうと、執着心や嫉妬心といった感情が生まれることが多く、この人を敵に回すと怖い存在になります。気分を害さないように気を使うことが、この人と上手に付き合う秘訣です。また積極性のある人がそばにいると、お互いに良きパートナーとなり大きく前進できます。次に片寄涼太さんの恋愛運を見ていきたいなと思います。自信家で魅力があり、コミュニケーションを取るのも上手なのでモテます。女性全般に優しく親切で、その気があるような素振りをするので、女性がすぐに反応して追いかけられることも多いでしょう。でもその軽さの割には、自分から簡単に好きになることはほとんどありません。ただ一旦好きになると、とことん好きになり、しつこくアタックして相手をその気にさせます。みんなが憧れる容姿端麗な女性に果敢にアタックし、かなりの確率で成功させるでしょう。女性を大切にして可愛がるので、女性の方もよく尽くしていい男女関係を築くことができます。ただ中には働くのが嫌いで金銭的にルーズな男性の場合、女性にお金を貢がせてしまう紐のような生活をする人もいます。今回はジェネレーションズの片寄涼太さんの性格と恋愛運を見ていきました。